佐藤一氏12月24日隊は、日本の政治家、宮城県元吉郡南三陸町長、宮城県元吉郡静川町議会議員、静川町長などを歴任した。町長として、宇多津町との合併を取りまとめ、新設された南三陸町でも町長に就任した。東日本大震災では、南三陸町防災対策庁舎にて、 公務に従事していたところ、庁舎ごと津波に飲み込まれたが、生還した。1951年12月24日、宮城県元吉郡静川町出身。小学校3年生の時に、地理自身の津波で、家が全壊する被災に遭う。その後、仙台市立仙台商業高等学校に進学。高校時代は、野球部に所属し、甲子園球場での、 全国高等学校野球選手権大会にも出場する。その後、静川町議会議員選挙に立候補し、当選、政治家としての道を歩む。さらに、静川町の町長選挙に立候補し、当選した。静川町と同じく、元吉郡に属する宇達町との合併を推進し、新設合併を実現した。2005年、 新たに設置された南三陸町の町長選挙に立候補し当選を果たした。さらに2009年の町長選挙にも立候補し当選、引き続き調整を担うことになった。合併時にまとめられた新町建設計画を着実に実行するとともに町の主要産業として観光業を位置づけ、その振興発展を図った。2011年3月11日に 東北地方太平洋沖地震が発生すると、南三陸町防災対策庁舎に詰め、津波の様子を確認するため屋上に上がったところ、そのまま津波に離災した。南三陸町防災対策庁舎に詰めていた職員約30名も共に離災し、度重なる津波によって庁舎は骨組みだけとなった。屋上のアンテナにしがみつくなどして波に耐えた。 佐藤ら約10名は生還したものの、庁舎に詰めていた他の職員は流されてしまった。佐藤らは一晩を屋上で過ごし、同じく取り残された副庁長らと流された職員の分まで頑張らなくちゃいけないと語り合ったという。翌朝、津波の水が引いたため、地上に降りて避難所に向かった。拾った命、町民のために全力を尽くすと述べ、ベイサイドアリーナに、 災害対策本部を設置し、同年3月13日から公務に復帰している。2012年3月6日には、佐藤が高台へ避難させず、庁舎に留まらせたのが原因で、町職員ら41人が犠牲になったとして、町職員の2遺族により、業務上過失致死容疑にて、宮城県警南三陸署に告訴状が提出された。2015年8月31日、 仙台地検は罪の成立を認定するに足りる証拠はなかったとして不起訴処分とした。2013年3度目の当選。2017年町長選に立候補し、4度目の当選を果たす。観光業の振興南三陸町の主要産業として水産業と観光業を結びつけた旅行業の振興を図っている。南三陸町の新設を機に、 全くない知名度を上げるにはどうすべきかとの問題意識からリアス式海岸などの景観や新鮮な魚介類などを生かした着地型観光を推進しようと考えた。2009年には南三陸町観光協会の旅行業登録を行った。また、中学生らに農業や漁業を体験させる旅行プランを提案し、1年余りで1600名近くを町に招いた。 町民もこれにこ応,応し、商店街や産業団体による採事や飲食店組合によるご当地グルメの展開などの動きが広がった。将来的には日本国外からの観光客誘致も視野に入れていた。デスティネーションキャンペーン庁内の商店街などからも上記のような動きが出てきた点について佐藤はデスティネーションキャンペーンをきっかけに おもてなしの心が根付いたためと分析している。2008年に開催された仙台宮城デスティネーションキャンペーンにおいては、仙台宮城デスティネーションキャンペーン、南三陸町推進協議会を組織し、その会長に就任するなど、積極的に取り組んだ。フィルムコミッションフィルムコミッション的な活動も推進している。富永正慶監督の映画、パンドラの箱が、 南三陸町で撮影を行った際には、町民らと共に協力している。宮城県上演を成功させる会を組織し、宮城県知事の村井義弘や亀市長の伏せたかならと共に名を連ねた。合併の推進志津川町の町長として、宇多津町との新設合併にこぎつけた。新設された南三陸町でも町長を務めたが、合併時に策定された。 新町建設計画に掲げた施策の8割を就任5年間で達成した。楽天のブルゾン姿の佐藤町長趣味は野球である。仙台商業高等学校では野球部に所属し、八重樫幸夫と共に夏の甲子園大会に出場経験を持つ。好きな球団として地元である東北楽天ゴールデンイーグルスを挙げている。ありがとうございます。